はい、皆さんこんにちは。仕事が遊びで遊びが仕事、桃介です。 JAL に入会しましたので、今日は JAL の会員コミュニケーションサイト、こちらの方に登録してどんな機能があるのか皆さんと一緒にチェックしてみたいと思います。はい、ということで JAL.com 会員コミュニケーションサイトの機能を紹介していきたいと思います。まず入会したら、最初に届くハガキに番号がついてるんですね。このインターネットサービスについてのところのここですね、 JAL 会員パスワード登録っていうところがあるんですが、この会員ウェブサイトを使うためには認証 ID、コールサイン、生年月日が必要になります。でその上でパスワードは自分で決めますと。でこの認証 ID っていうのがですね、最初に送られてくる会員証の、宛名の左下、ここですねに書いてあります。どうやらこれ JAL ニュースの宛名とかにも書いてあるみたいですね。はい、セキュリティ的にどうなんだ、わかんないですか。はい、この番号を使って最初にコールサインと自分の、生年月日あるから大丈夫かな生年月日とあとパスワードを決めて登録すると、そうするとこのコミュニケーションサイトのサービスが使えるようになります。でどんな、ことができるかと言いますと、まずこの会員マイページですね、自分の情報っていうのを登録変更することができます。コールサイン入れてもらって自分で決めたパスワード入れてもらうと、ちょっとモザイクかけてますけど、住所だったり電話番号だったり E メールアドレスを登録することができますと。これさっきちょっと見て驚いたんですけど、入会の時はクレジットカード決済ってできないな、残念だなって話したと思うんですけど、今後の継続会費についてはコンビニ決済か、逆に振り込みないのか、コンビニ決済かクレジットカードの登録というふうになってますんで、最初の入会の時からやってくれると嬉しいんですけどね。継続についてはクレジットカード登録しておけばここから会費が落ちるというような感じになってます。ここはね、いじっといた方がいいかな。住所、電話番号とかは最初に登録したら、そうすぐいじることないと思うんですが、このクレジットカードの登録なんかはすぐやっておくといいんじゃないでしょうか。で、次に設定するべきところはこれですね。E メール転送サービスです。JAL に入会すると、自分のコールサイン、@jal.com というメールアドレスが使えて、それ送受信できるわけじゃないんですが、そのアドレスから転送してくれるんですね。なので、僕だったら jr2gsw@jr.com っていうアドレスに送ると僕にメールが届くという仕組みができるので、これ一度登録しておくと、知らない人っていうか、伝えやすいですよね。コールサインしてもらってたら jr.com でメールできますって言えば、とりあえず最初メール送ってもらえるんで、はい、この登録もしておくといいんじゃないでしょうか。はい、続きましての機能は、こっち先やった方がいいかな。JAL メールマガジンですね。コールサインとメールアドレスを登録しておくと、JAL メールマガジンが届きますので、ここも必要というか見たいよっていう方はね、登録をしてあげてください。はい、登録するべき点っていうのはこれぐらいかな。あとは、このサイト上でできる機能ですが、まずこの JAL 会員検索ですね。これ、JR2GSW って僕を今検索してみると、はい、こんな感じで、Yes という結果が出てきます。Yes の場合は会員であり、QSL カードの転送ができますということですね。丸、ノーっていう表示もあるんですね。会員ですが QSL カードの転送ができませんというね、ものもあるみたいです。で、×で表示された場合は会員ではない。ただし、これ、この間も話したと思うんですけども、はい、局名録に掲載を希望しないっていうふうに送ってしまうと、ここで、×表示になるんですよね。これね、局名録とは切り離して、てくれるといいのになって思うんですけどね。あ、でもあれか、
コールサインすら載せてほしくないっていう希望だから切り離せないのか、ということですね。だから曲名録にコールサインだけ載せるをすればいいんですよね。曲名録に載せる情報をコールサインだけ載せるにすれば、他の個人情報は曲名録に載らずに、まあ、ここはイエスとなるので、まあその方法がベターなのかなと思います。はい、でよいしょ、次、あとは、このメーリングリ ML サービスって、これメーリングリストサービスだと思うんですが、これはあんまり関係ないのかな。 JAL 地方本部支部委員会登録クラブレピーター局管理団体を対象に ML サービスを提供しています。まあこれは個人で入った場合はあんまり関係ないかもしれませんね。はい、あ、これさっき登録した E メールの登録者検索もできるみたいですね。転送サービス使ってる人は、ここで検索ができるみたいです。なので例えば僕まださっき解説はしたけど登録してないので、こうやってやると、はい、転送未登録ですよっていう風にね出てくるわけです。はい、あとはリンク集だったり FAQ だったりお問い合わせについてだったりっていうことですね。あとここに JAL ニュースの、ページがあって、ここでコールサインとパスワード入力すると JAL ニュースをウェブ閲覧することができます。まあ、こんな風にあの電子書籍的な感じに並んでて、中身はこれ最新号ですね。こんな感じで、まあ、ペラッとめくってけると、 ID50 の広告ザッとこんな感じですね。コミュニケーションサイトっていう割には、まあそれはちょっとエンディングで話しましょうか。はい、ということで、あのいくつか機能チェックしてみました。あの便利な部分も結構ありますね。継続回避の場合はクレジットカードを登録しておくと、そこから決済してもらえるみたいなんで、あの会員期限切れみたいなこともね少なくなるんじゃないかなと思いますし、メールの転送サービス、まあこれ昔からねあるサービスですけど、こちらの方も、簡単にね、あの他の方と、まあそういう意味ではコミュニケーションなのかな、するためにまあする設定なので便利なんじゃないかなと思います。ただね、一方で、まあ、今そのメールアドレスとか、まあ、メーリングリストのサービスはまあ取り上げたけど、あのコミュニケーションサイトとしてはちょっとなんか内容今時で考えるとちょっとね足りないのかなって思いますね。多分そのこの内容を考えた時に、当時はメーリングリストっていうのが、まあ、ネット上でコミュニケーションを取る、まあ、主役だったりしたんだろうし、まあ、メール転送しますよっていうことでメールアドレスねやり取りしやすいでしょうっていうことであったりとかね、あと、まあ、QSL カードを転送できるかどうか調べられますよみたいなことがコミュニケーションってなってるんだと思うんだけど、せっかくでやっぱ今ウェブ上でそのコミュニケーション、というように目打つんであれば、ちょっとねなんかもう少しねその内容を進化させてもいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。まあ、会員同士が自分の、まあ、マイページを例えば、公開できて、そこに例えば自分の SNS の情報であるとか、そういったものをね各会員ページ、公開できるものに載せられるとかね、それの方がやっぱね今匿名録とかよりも今時なんじゃないかな。もちろん外部のサービスで QRZ.com みたいなものがあるんだけども、まあああいうものにあるようなね自分のプロフィールをお互い、まあ、SNS 的に、交換できるようなあの会員ページなんかがね持てたりするといいんじゃないかなと思いますし、まあ掲示板とかももうちょっとね時代的にはまあ旬を過ぎてるかなってあるんで、今更まあ掲示板とかっていうのはあるのかもしれませんが、まあでもまあ今時若者を受け入れやすくするためにコミュニケーションサイトにどんな機能を持たせるのかっていうのはね、まあ、これからもっと考えていて改善していく余地があるんじゃないかなというふうに感じました。ぜひぜひ皆さんあの見てもらった感じでもっとこういう機能があったらいいんじゃないのとかね、その意見コメント欄に書いていただければと
思います。みんなでね、JAL もっと良くなっていくように意見を出していくといいんじゃないかなっていう、まあ、会員になりたての、ペペの私がそんな偉そうなことを言っております。すいません。はい、ということでこの動画役に立ってよかったという方は高評価ボタンを押していただけるとももすけの動画作りのモチベーションアップにつながります。チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter もやってます。説明欄のリンクから Twitter チェックしてフォローしてください。以上、ももすけでした。バイバイ。